はい、こんにちは、ビッグボーイです。スタルカ、シャドウ・オブ・チェルノブイリ、続きやってきます。ちょっとね、映像の方を少しいじりました。前回までちょっと、妙にギラギラした明るい映像だったんで、ENB を導入して、ちょっと映像調整しました。前回までの映像が、ま、こんな感じだったんだけど、ま、これからはこんな感じでやっていきます。ちょっと空気感が増した。で、動画外でちょっとバンディット狩りとかやったりしつつ、アイテムとか売ったり買ったりして、今4万3000、金も結構あって、あと、たびたび手に入れてたなんかこんな変なアイテムがあるんだけど、これはなんかアクセサリー扱いらしくて、装備したら、ちょっとこの耐性に数値が付与される。あとは、なんかこのゲームボーイみたいなやつ、これシドロビッチから買ったんだけど、空間異常探知機って言って、放射能汚染地域と空間異常をね、警告音で教えてくれるっていう便利なアイテムが手に入った。あと寝袋も手に入れたり、あとまあいろんな応急キットがあったり、そんな感じで結構手元は潤ってる。そんじゃモール一味に会えね。この先に研究所があるから行ってみる。で、その警告音が鳴るっていうから、アノマリーとかこういうのに近づくと、そうそうそう、こんな風になる。これは目に見えてるけど、あ、これ結構進行方向の目安になる。敵との戦闘中とかにアノマリーに巻き込まれたらめんどくさいことになるからね。お、ちょっとガイガーカウンター鳴ってるな。で、エリア移動。この先研究所。はい、来た。お、モールの部隊がミリタリー空挺部隊。おお、行きましょう行きましょう。あー、戦ってる。オマギーチェ、戦っ、どっ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 、何お前たちは。勝った。え、硬っ。ちょっと待って、何この化け物は。ちょっと待って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 、ちょっと待てよ。これ化け物ごと研究所に突入しちまえば、おっとっと、アノマリー、なんだこの化け物、めっちゃ追ってくるんだけど。オッケー、ミリタリーがいる。あー、でも化け物まだ来てる。勝ってー。待って待って、どんだけ硬いの。よし、
オッケー。相変わらず難易度高いな。しかも何も持ってないし情報もない。使っとこう。さてと、軍がいるぞ。見えない。敵兵を殺せ。さあどこだ。とスーダンの敵からの攻撃でも結構致命的になるから気をつけていかないとな。こっち持つか。ポマギーチなのは分かってるんだけど、どって聞いたぞ今。あれ敵だよな。敵だ。オッケー。モールを助けろ。この人は敵じゃない。この人がモールか。выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. 今スペツナズって言ったな。特殊部隊。この人たちの遺品を漁ってる余裕はないと。ああ、また来てる空挺部隊。Тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Окей. 地下には？Окей, а 地下もそんな広いんだ。ためになった。何も持ってない。お、もう一人誰か来た。うん、多分部隊降りてきてるから戻れはしないな。あ、いるもん。じゃあ地下行っちゃおう。なんかまたモンスターいるから早く地下行っちゃおう。地下です。バンディットを一掃しろか。任務確認。あ、待って、これやってなかったな。研究所に軍の資料があるんだった。ちょっと待って、そっち欲しい。Спасибо, друг. はいはい。とで、誰かいるけど、あれ敵だ。先手必勝。あら、あれ、よし、 OK。 ミリタリーの人だね。今拾った武器はこれ。
あ、アバカンだ。アバカンだよね、俺。使えんのかな、こういうの。とりあえず、モシンナガンを、おっと。待って待って待って。あ、待って待って待って。こっちから行くか。あー、でも敵いそうだな。でけえもん。消音器なんて持ってないし。入ったけども。誰もいない？怖えよ。なんだここ。やっぱ誰かいるしょこれ。ああ、いる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 。ほら、いる。サイレン鳴らされた。サイレンなんてどっかにあるんだ。うおっ、ドラム缶。危ねえ。あ、で、外す。めっちゃ外す。まだいる？不意打ちが怖いよ。開け。すんげえ強い武器持ってんな。治療して。あ、近い。後ろじゃないよな。こっち使おう。まだいる？ちょっとこのサイレン止めたいな。おお、いるね。ああ、いたいたいた。あんな上にいる。まだいる？オートセーブ、手動セーブは欠かせない。後ろ。めっちゃ近いんだけど。え？壁貫通？中にいるんだな、きっとこれ。いた、いた。うっそ、割ってくんのか。包帯巻いとこう。
チョコレートじゃない。これだ。近い近い近い。撃った。強え。どこ。これやっぱり建物貫通して。本当にこのスタルカーってゲームは敵も自分も体力が同じぐらい同程度というか、だから難しいんだと思う。あ、恋する。これサイレンになってたらずっと敵増えてくるとかじゃないよな。どこだ？喋り声するんだけど。中突入するか。中に入っていた。来い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 。もう一人ぐらいいなかった？いない？ここに資料があるのは間違いない。恋するなあ。おっとっと。なんか外から銃声するけど、あー暗くなってきててよくわかんない。一旦ここで寝袋広げるか。はい。で寝袋を広げるとなんか謎のフラッシュバックが入る。あ、明るくなった。さあこれで敵は超見やすい。見やすいけど、どっから降ってきてんだ。なんもいないけど、なんか怖いな。これサイレン止めれないのかな。あ、屋上。これか。オッケー。屋上来たはいいけど、それらしき資料が見つかってない。お、これか。あった。メジャーリー、я сообщил тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтоб тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. バーキープ。あ、そのデューティーっていうね、人たちが検問をしてて、どこかというと、ここ？ここの、この辺で検問をしてて、お金を払わないと通せないぞって言われたんだけど、まあ払えなくもない額なんだけど。あ、じゃあこれがあれば普通に通してくれるのか。またヘリ巡回してるし。あっ、
やっべ、軍増えてきた、もしかして。ああ、導入してきた、また明るいから見やすいけど。どこだ、やばいなこれ。ボディスーツ修理しないとやばいな。包帯はいただいちゃうけど。そう、ボディスーツの耐久力が下がってて、耐性も少し下がってるな。これシドロビッチのとこ行かんと。おわ、びっくりした。めっちゃ息切りしてたもん。で、しかもベテランって人がいた。タバコしか持ってねえけど。寝袋持ってる。ちょっとこの辺食べちゃうか。食べてる音がさ、妙にリアルなんだよな。おっ、待って、また被弾したんだけど。どこ、草が多いと見えないんだけど。どこだ。いや、ほっとこう。とりあえずこっから脱出しよう。なんかこの辺の人たち VSS とか持ってないのかな。形は似てるけど、みんな軽機関銃だ。おっとっと、いたあっぶねえ。あどこ、マジか。ちょっと入り口に敵がいないから、こっから見てみよう。おっとっと、え、どこ、あれ、見事に草と同化してるんだけど。あれもか。倒れたんかな。どうだ。二人とももう死体のマークがついてるけど、大丈夫だね。いない。本当にルーキーこれで。さあ逃げよう逃げよう。なんかどうも、おっと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 、ここら周辺なんかアイテムが落ちてるな。こん中か。あ、いけないぞ。でもここダメだ。
のマップ上にあるこの緑のアイコンはアイテムが落ちている、もしくはアイテムがこれから落とされることがある場所なんだけど、あーモンスター暴れてる。下行っちゃおう。さてそれでは今回ここまでにして、任務トラック情報、これだ。隠れ家を見つけろ。軍資料盗めってのは OK だから。こんな構造になってんだね。とりあえずここでストロックの隠れ家を見つけると。はい、それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。